とざる盛り、ぬすと盛り。宮沢賢治。小祝農場の北に黒い松の森が4つあります。一番南が老いの森で、その次がざる森、次は黒坂森、北の外れはぬすと森です。この森がいつごろどうしてできたのか、どうしてこんな奇怪な名前がついたのか、それを一番初めからすっかり知っているものは俺一人だと、黒坂森の真ん中の大きな岩がある日威張ってこのお話を私に聞かせました。ずっと昔、岩手山が何遍も噴火しました。その灰でそこらはすっかり渦まりました。この真っ黒な大きな岩もやっぱり山から跳ね飛ばされて今のところに落ちてきたのだそうです。噴火がやっと静まると、野原や丘には穂のある草や穂のない草が南の方からだんだん生えて、とうとうそこらいっぱいになり、それから柏や松も生え出し、しまいに今の4つの森ができました。けれども森にはまだ名前もなく、めいめい勝手に俺は俺だと思っているだけでした。するとある年の秋、水のように冷たい透き通る風が柏の枯葉をさらさら鳴らし、岩手山の銀の冠には雲の影がくっきり黒く映っている日でした。四人のけらを着た百姓たちが、なたや三本具合や遠具合や、すべて山と野原の武器を固く体に縛りつけて、東の角ばった火打ち石の山を越えて、のっしのっしと、この森に囲まれた小さな野原にやってきました。